は私です。さあ今ちょっとね TikTok ライブ終わりということで、もう夜中の1時なんですけども、テンションが上がっておりますんで、まあ今日もちょっと YouTube 撮っていこうと思うんですけども、今日なんですけどね、これねライブのねコメントでよく聞かれるんですけども、なんで歌ってんの TikTok と、ということで、じゃあ僕がなんで歌動画で TikTok を撮ることになったのかと、まあ自分で選んだんですけども、お話ししようと思いますね。で、僕ね、5月の27日から実は TikTok を始めたんですよ。で、この YouTube の前に、年先チャンネルっていう YouTube をやってたんですけども、まあ伸びなくて、まあ今一応動画残してるんですけども、220人弱かな、チャンネル登録者数が。これはちょっと困ったということで、TikTok を始めたんですよ。で、その時にじゃあまあどうやってやるかなと思うじゃないですか。で、まあ医学部なので、まあ、医学部ネタとか、まあ、勉強ネタなのかなと思ってたんですけども、まあ、だとしてもどうやるかっていうことで、小谷谷園さんっていう方の動画が流れてきまして、今でこそね、タンタタ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 ンに合わせて、あるあるを言うっていうのは結構王道のやり方みたいになってるんですけども、その時は、多分小谷谷園さんぐらいしかいなかった気がして、それをじゃあちょっとパクらしてもらおうかと。まあ、パクるって言い方悪いね。参考にさせてもらおうかなと。で、ダダ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 ダンパンパンを丸パクリするのは悪いということで、なんか違う曲であるあるをやりたいなと思ったんですよね。僕の TikTok の最初の動画を見てくれてる人はわかると思うんですけども、どんなにこんなんで、くじけそうでも、の歌、愛は勝つですよね。に合わせて、医学はあるあるをやったっていうのが最初のきっかけなんですよね。で、そっから、高校あるあるとか、まあ、浪人あるあるとか、いろんなあるあるをやってたんですよ。で、次に気づいたのが、まあ、歌を乗せてあるあるをしても、1万フォロワーぐらいは多分行くと思います。これ動画の後半で話すんですけども、TikTok 伸ばしたい人は、あるあるって結構いいジャンルというか、まあお笑い芸人でもあるある探検隊みたいな感じで、あるあるだけで売れてる人っているじゃないですか。あるあるって結構需要があると思うんですけども、あるあるだけやってても、1万フォロワーは行くけど、そっからどうなんだろうっていうのは正直あると思うんですよね。で、そこで一発次にぶちかましたのが、エピソードトークを歌にするっていう。6月の終わりぐらいに出したかな、医学部生が町医者に行ったら医学部生ってことがバレて、君医学部生だったらこの知識知ってるよねって患者の立場なのに言われて、ちょっと鬱陶しかったっていう、今患者だし、みたいな。そんな聞いてこんでテストみたいに。みたいなやつをエピソードトークを歌にしたんですよ。これが今 100K に行ってるのかな。だからそれで次に医学部あるあるを単純に、例えば何々の人が多いとかいう単発のやるよりも、エピソード系の医学部あるある、実際僕の実体験をお話しするっていう風に進んで、一個気づいたんですよ、また。あるあるってフォロワーつきにくいなと。確かにね、あるあるをやったところで、あるあるを視聴者さんは知れるけど、知ったところで言ったんですよ。僕みたいにあんまりかっこよくもなく、あんまり魅力的でない人の TikTok あるあるでフォローするかって話なんですよね。だからちょっとあるあるやり続けてもバコーンとはいかないな、次エピソードトークもこんなに僕の顔ではいかんかなということで、まあ一応医学部ということで豆知識を歌に合わせてやろうかなっていう風に、これが3万フォロワーぐらいの時に転換したかな、ちょっとね方向性をお盆前ぐらいに転換したっていうのが実話です。はい、ということで今みたいに豆知識やったりとか、もしかしたらもう今後もいろいろ考えてあるあるに転換したりとか、まあいろんなことやっていきたいなと思ってるんですけども、こんな感じで歌動画が出来上がったということで、視聴者さん含めですね、皆さん真似して難しいかもしれないんですけど、こんなにも真似されないかと、まあもう僕が悪いんですよ、僕のやり方が悪いかもしれないですけども、ぜひぜひ皆さん真似してくれたら大変嬉しいので、よかったら皆さん真似をしてください。全然フォロワーいない方でも全然歓迎します。メンションしてくれたら見に行ってコメントをさせてもらうので、よかったら真似してください。それでまあここで終わってもいいんですけど、 TikTok ね、始めたての人何やるかっていうことでね、まあ、TikTok ちょっとフォロワーが伸びないなって人向けの動画また撮ろうと思うんですけども、一言だけ、1万フォロワーまで行くためにはね、あるあるとかモノマネ得意だったらモノマネとか、あとは女性だったら水着になるとか、スクロールした時の一発目のインパクトが大事と思うので、一発目のインパクトだけ気をつけてほしいですね。だからスクロールした瞬間に僕なんか一発目の豆知識がもう始まるようになってるんですよ、うん、なので一発目でどんだけインパクトがあるかっていうことをそこだけに重視してほしい。だから一発目で今から豆知識始めますよって言う人はないんですよ、それ言ってる間に飛ばされちゃうので、っていうことなので、そこだけを僕は気をつけてますので、まあ、ぜひぜひそこだけ気をつけてみたらいいかな。まあ、あるあるってやっぱ1万までは行くと思うので、なんでもいいですよ。別に高校あるある、満員電車あるある、学校あるある、一緒か。道端に落ちてるもんあるあるとかね、スーパーの牛肉コーナー行ったら寒すぎるとかね、まあ、そんなんでいいと思うので、もし悩んでる人がいたらね、いいかなっていうふうに思って、まあ、動画で喋らせてもらいました。ということで一応僕のルーツというか、を喋らせてもらいましたので、よかったら、グッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひお願いします。他なんか聞きたいこととかあったら、ぜひぜひコメント欄に書いてもらえたらと思いますので、皆さんぜひぜひ、ありがとうございました。最後グタグタ。はい、ということで、トシでした。ありがとうございます。